今のね 1F1 のねプールの話っていうのは多分他のプラントもみんな同じだと思うんですよ、はい、冷却がない状態でずっと続いてんだから、だからちょっとその残りの他のプラントもその何か入れる方法があるかってことを少し頭の体操しないといけないんじゃないかと思うんですけど、うん、そういやおっしゃる通りだと思います。共用プール、うん、はい、共用プールも含めてで、まだ湯気が立ってないんだったらでも2号3号の入れんだったら手で行ってでもなんか水を突っ込むとかそういうこと考えるんじゃないですか。氷をぶち込む、うん、氷とかドライアイスとか何でもぶっ込んじゃう。建屋の中にあるプラントは少なくともさ、氷をぶち込めるかもしれないな。うん。ただその、その場所にもう1号とか3号はそのオペ風呂に、あ、1号はまあオープンなんだけど、3号なんかもう線量高くてオペ風呂に氷を持ち込むような余裕がないと思うんですよね。3号もそんな線量で上がってます。だいぶ上がってます。サンゴも燃料壊れてる。電源、うん、交流電源っていうのが。そっちはそれで考えてさ、あの線量上がってないのはとにかくもう氷入れちゃうとかさ、パラで考えないと。OK、じゃあね、あれだ、氷手配だ、氷手配。はい、資材班になるかな。資材班大量、あ、本店の方でもですね、でちょっとどれくらいの量をさ、ワンユニットって、まあ、その多ければ多いほどいいんだけど、また入れに行くのも大変だから、ちょっとその量的なものをちょっと試算して、あの資材班と調整してもらえるとありがたいんですけど、本店資材班、はい、すぐに発電所に運ぶかどうかっていうのは別にして、はいはい、氷を調達する必要があるかもしれない、はい、だから製氷会社のようなところに、はい、まあ、1トンか2トンか分かりませんけど、はい、発電所でできる範囲で調達した以降にバックアップするという氷がいる可能性が高いので、まずちょっと手当て、はい、了解しました、はい、その、はい、まあ何トンできるのかわからないけど、 あとそこを運搬する1円さん3号機の氷の弁当弁は、はい、冷凍車かな、はい、はい、わかりました。そういったものの手配を、はい、の準備に入ってもらいます、はい、はい、了解しました。まあ、いつどう運ぶかという話は現場の状況を見てからです、はい。